伊勢崎市東尾方町群馬県道291号、堺木島大間間線は、群馬県伊勢崎市堺木島の群馬県道14号、伊勢崎深谷線の木島3叉治から、緑市大間間町大間間の群馬県道69号、大間間予良電線との3叉治を結ぶ県道である。路線名の旧称は、堺大間間線。昭和34年の路線認定当初の表記は、 沢郡坂井町大技木島五百十四番の一となっている。昭和三十四年の路線認定当初の表記は山田郡大間町大技大間六百十三番の一となっている。昭和三十四年群馬県国時第二十四号の坂大間線に基づく表記。二千五年に伊勢崎市赤堀町坂町と合併し、現在は伊勢崎市 A ・ B 昭和賞は34年群馬県国示第326号県道の教養開始に関する国示賞は34年群馬県国示第324号県道路線認定に関する国示賞は34年群馬県国示第325号県道路線廃止に関する国示。ありがとうございます